さんこんばんは、森崎アリスです。はい、寝る前の5分間トークをしたいと思って今撮ったんですけど、早くなことにパソコンがパソコンが死亡しました。ジュースがこぼれてしまって下手か演技。本当にやばいですね、パソコン使えなかったら。はい、それは置いときます。今日はちょっとね、本当は3分間トークにしようと思ったんですけど、これね落としてないからね、まだそうなんです、変えれないんです。これの詳細はまた違う動画に出しますので見てください。はい、今日の動画はですね、アリスちゃんって普段香水何使ってるんですかっていう質問をよくブログとかでいただくので、それをですね、ちょっと寝る前に、すいません、寝巻きなんですけどね、ワンピースなんですけど、はい、ということで答えさせていただきます。ボディスプレーを使うようにしてます。で、どのボディスプレーかっていうと、今コンビニとかでもね売られてるようになってすごい嬉しいんですけど、じゃん、これです。はい、ですね、なんだっけ、セクシエストファンタジーのボディスプレーで、ストロベリーのシャンパンの香りです。私、皆さん動画見てて知っての通り、私の手15センチしかないんですけど、これね、ほら大きいんですよ。大きいやつ買っちゃったんです。もうこれ私3年くらいかな、愛用してますね。10代の頃からずっと使ってます。もう4年目かじゃん。はい、結構使ってます。で、すごい甘い香りがします。で、これがすごい好きだったんですけど、最近これとプラスして、ちっちゃいやつをね持ち運ぶようにしてるんですね、普段。で、これをよく持ち歩いてたんですけど、大きいので場所を使ってしまうので、もう一個ちっちゃいやつももちろんあるんですけど、違う匂いを買おうかなと思ってこれを買いました。はい、これもね、すっごいめっちゃいい匂いですね。ここにも書いてあるんですけど、ミューネっていうシャンプーとかボディーソープとか、どっちなんだろうな、なんかあったかな、ボディクリームとか出してる、はい、ブランドなので、すごくいい匂いの、はい、ボディスプレーになります。これはローズウィズストロベリーなので、ベースとかはストロベリーに近い匂いになってます。で、私のつけ方はですね、これは手首にこうシュッてして、こうやって手首につけたりとか、あとここですね、首とか耳の裏とかで、あと足首につけるようにしてます。はい、歩いてるとなんかふわーってこう香るって聞いたことがあったので、足首につけるようにしてます。ですね、あとは髪をヘアアイロンとかコテで巻いた後に、こうやってやってサラサラサラってしながら、チューってやるようにしてます。はい、そんなにね濃くやってないよ、シュッてやるようにしてます。そんだけかな。なので私は、はい、これとこれを使ってます。はい、ぜひですね、私どんな香りなんだろうって、こんな香りなので、ぜひ嗅いでみてください。男の子にもね、こっちおすすめなので、こっちももちろんそうなんですけどね、こっちもねつけてる男の子いたら、ちょっとキュンとしちゃうかなっていう香りなので、ぜひ男の子にもつけていただきたい香りです。はい、ぜひですね、これはね、大きいやつはどこだっけな、ビレッジヴァンガードとかで売ってるかな。はい、あとはサイトとかで買ってください。1800円ぐらいで買えると思います。香水より全然ね半額ぐらいで買えちゃうので、ボディスプレー、私はこれをずっと愛用してるんですけど、めっちゃ香水に負けないぐらい匂いもいいので使ってます。あとお風呂の後とかにボディクリーム、匂いのあるボディクリームを使ったりとか、保湿のためにもなるし、インナーの涼しいみたいな感じで使ってます。で、これ体につける以外にもカーテンとか、お部屋のフレグランスとかにも使ってますね。たまにシュッて使ってます。はい、ということで寝る前の5分間トークでした。一番初めのですね、 PC 水没の件、水没なのかよくわかんないですけど、もう本当に最悪ですね。どうしよう、 PC 壊れたらもうやっていけない。とりあえずはこれとこれ使ってみてください。はい、ではこれを落として寝たいと思います。おやすみなさいです。森崎アリスでした。またね、バイバーイ。